おはようございます。神戸市会議員の、永瀬です。よろしくお願いします。先週ですね、六甲アイランド振興会という、グループがですね、新春御礼会を催しておられるということで、参加をさせていただきました。六甲アイランドはですね、まちづくりをしておられる、住民グループの方々、それからたくさんのいろんな企業の方々、そういう方々がこう集まってですね、まあ、一つのこの都市をまあ形成しておられるわけですが、私がね、とても面白いなと思いましたのは、いろんなね、知ってて知らないような企業の方たちと話をして、今神戸でどんなお仕事が進められているのかっていうのをね、お聞きしていたら、あっという間に時間が過ぎました。いっぱいお話ししたいんですけども、まあ、お許しを得て一社ご紹介したいと思います。決して宣伝をしているわけではないんです。有名な企業で YKK さんという、もう聞いただけで、あ、アルミってこう思う、アルミサッシの会社と YKK さんが六甲アイランドで事業所をですね、構えておられます。で、ご挨拶してどんなお仕事をなさってるんですかって聞きますとですね、樹脂のですね、サッシを作ってるっておっしゃるんですね。YKK さんってアルミなんじゃないですか？いえいえ、アルミはやっぱり結露がするし、熱の放出量が多いし、原材料もやっぱり希少金属を使うということで、新しいものをずっと素材を開発してきて、ついに樹脂のサッシに行き着いたと。この樹脂のサッシは結露も少ない、熱の放出も少ないという形でエコにもつながるし、ということなんですね。なるほど。この、企業の代名詞ともいえるその YKK さんが樹脂のサッシを作っておられる。しかもその西日本を統括する事業所が六甲アイランドにあるということをお聞きしましてね、これね、やっぱりまだまだこの神戸市も捨てたもんじゃない、いろんな企業が神戸市というところに注目をして進出をし、そこに拠点を置いてくださってるんだなということを改めて感じました。これはただ一社そういう企業が来てるということではなくて、いろんな企業が集まって情報交換をし、企業にとって見た神戸の価値っていうのが少しずつ上がっている。これをですね、少し後ろからこうサポートするのも私たちの仕事だなと思います。神戸市は物流の拠点、企業がなぜ神戸を選ぶのか、やっぱり神戸が物流の拠点として地の利があるということだと思うのと、もう一つは実はこの文化的な側面というのがとても大事なんですね。住みやすい、子育てがしやすい、環境がいい、こういうところが揃ったところで、その会社で働いていただく社員の皆さんにとっても、まあ、心地いい環境が提供できることによって、神戸の価値っていうのはですね、上がっていくんだと思うんです。まあ、そのためにも、より住みよい神戸のためにね、私たちにはまだまだできることがあるなと思います。 YKK さんのこの樹脂のサッシ以外にもいろんな会社がこの東灘区で、もう先進的なですね、ものを販売したり、いろんな新しいアイデアでですね、この時代を乗り切ろうとしております。こういうですね、新しい試みなどにね、接して、またこの朝の3分間スピーチでお話しするのも私自身楽しみだなと思っております。今こうして私がお話している間にも皆さん、通勤をされておりますが、皆さん第一線で頑張っておられる方ばかりですよね。どうぞこの寒い冬、お体など崩さないように、体調を崩さないように十分気をつけて、皆さんに頑張っていただきたいと思います。僕も頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。